Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Aujourd'hui dans cet épisode, nous allons continuer à explorer la zone de la tempête et découvrir une nouvelle zone où nous allons en apprendre beaucoup sur les Asiens et leur histoire, histoire qui n'est pas très très reluisante, vous allez voir. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça en vidéo par vous-même. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous la regarderez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.
おお、温度の守護者よ。我らも明かり灯し。 さっきの職人に見せてた抜け殻みたいなクリスタル、あれはもしかして俺たちの光のクリスタルじゃないか。なんだよ、俺だって多少は遠慮して。 四六時中お前について回ってるわけじゃない。それであのクリスタルどうしたんだ。そうか、ブランデンの。 今になってそんな本音が聞けるとはな。あいつらと来たら本当に最後まで死んだ後にこんなに多くのことを知るなんて思わなかった。 お前のことも 瀬戸のことも、俺たちの世界がどれほどしぶとくて希望にあふれてたかも。いつかあいつらとまた巡り合うことができたとしたら、話のうまくない俺だがどうにか伝えてやりたいと思うよ。 ありがとな。お前を必ずこの旅の終わりまで連れていく。すまない、集まるのが遅くなった。無事に彼らの信頼を得られたようね。 多少歯がゆい思いもしたが、まあ総出して働いた甲斐もあったってものだ。特にお前の念押しが効いたそうじゃないか。さすがだな。ヤシトラから聞いたよ。あの建物はアシエンの時代のものかもしれないとね。 あいつらの故郷か。エメトセルクから昔の話を聞いた時はなんだかあまり実感がなかったけれど、そうだね、こうして目にしてみると改めて立派な都市だったのだろうとわかる。それは 彼らにとってどれほどの時を経たとしても取り戻したい大事な世界なのだろう。バカよね。仮に全ての世界を統合できたとしてもいなくなった人までは取り戻せないじゃない。でもそうね、私だったらどうしたかな。 体の方は大丈夫ですか？ あら、祈祷は終わったのかしら？
うん。古の者に我らが感謝、思い。ならば教えていただけるでしょうか。あなたのおっしゃった明かりの灯りし地について。ここより西に広がる大海溝、常は漆黒のその裂け目に先日明かりが灯った。我らすぐに向かい確認した。そこには大きな町あった。その町と我らの住む口縫い家、とてもよく似ている。間違いない。古の者にわかに目覚めたのだ。我らは恐れ潮だまり戻った。以来導きあるまでかの地を犯すべからずと決める。その場所には今も行くことが可能なのですか。うん。水なき今ひれもたぬ何時らでも到達できよう。我何時らを導きの人と信ず、故に仲間に案内をさせよう。行ってみよう。
何よこれ。あなたたちにも見えているのね。温度の潮だまりにあった建物は実在する遺構だったけれど、この町は訳が違う。いわば大規模な魔法なのよ。海溝の上に築かれた芸営都市だわ。
Thank you.
You know, 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 you know,
困りますね、見学者様。厳粛な場だ。規約は守っていただかないと。エメトセルク。忘れたのか。私が招いたのは世界を落とす化け物になったお前だ。そんな半端な水際で力を抑え込んでいる状態では何の役にも立ちやしない。しかもまだそいつらとつるんでいるとは。どうせ敵になると忠告しただろう。そう。あら、寂しがりはあなたの方ではなくて。こんな町を作ってもまだ足りず、ゾディアークの贄になった当時の人々を蘇らせようとしているとか。なるほど、調子に乗っていろいろと作りすぎたらしい。余計な泡でも混じっていたか。まあ今さら隠すまでもない。私たちの本懐はまさにその通りだ。全ての世界を統合することで力を取り戻したゾディアークが封印を破って復活する。私たちは統合された原初世界の命を贄として差し出し、引き換えにかつてゾディアークに身を捧げた同胞たちを。それでお前は一体何をしに来た？ああ、なるほど。かろうじて理性があるうちに私を撃とうというのか。さすが英雄様だ。本当にアシエンに逆らう奴はいつの時代もそんな調子で嫌になる。自分たちの主張こそ正義であり、世界は自分たちのものであると傲慢にのたまうんだ。ほーら、その顔、やっぱりちっとも分かっていない。自分たちが踏みにじられるのは理不尽だと思うか。古代人のために犠牲にされるのは不当だと。私を見ろ。他の誰よりも長くお前たちに混じって生きてきた。共に飯を食らい、戦い、患い、老いもした。傍らで死を見送り、時にはこうなしたことさえある。そうして幾度も計り、その度に反じてきたのだ。お前たちは愚かで弱く、この星を守って生きていくには足りないと。お前たち自身、積み食いやバウスリーとの戦いで散々思い知ったばかりだろう。己の無力を、他者の傲慢を、その命の脆さと、故に生まれ続ける悲しみを。なあ、本当にいつまでそんなことをしている。どれだけうんざりさせたら気が済むんだ。仮に世界の断りが再びほころび、終末の最悪が起きたとして、今の人類は半数が進んで自らを犠牲にできるのか。
いや、できるわけがない。お前たちだって世界を見てきたならできるだなんて言えないはずだ。そんな、なり損ないどもに任せておけるものか。私は必ず同胞を、友を、良き人々を蘇らせる。世界は、待ってくれ。エメトセルク、君と私たちは本質、君は過去の友と愛すべきものを、私たちは今と未来にいる友と愛すべきものを、そこに違いなどありはしない。だからこそ君には分かるはずだ。私たちは引けないし、引くつもりもない。同じでなどあるものか。お前たちのようななり損ないより生きるべきは完全なるものだ。違うというなら証明してみろ。お前たちが私たちよりも強く残るべき存在であると。私たちの時代の終わりにして、我が執念の歯、お前たちを測るため、今ひとたびの再演と行こうじゃないか。私は最奥で待つ。預かっている強情なお友達が苦痛で壊れる前に来いよ。